島川文八郎島川文八郎大将10年7月15日は日本の陸軍軍人陸軍技術審査部長陸軍技術本部長陸軍省兵器局長を歴任し階級は陸軍大将軍一等校3級に至る津藩市島川宗正の八男として生まれ百七十九年四月 陸軍幼年学校に入校する。1882年8月、陸軍士官学校生徒となり、1885年6月には、陸軍砲兵将尉に任官、三砲兵第三代大,大夫を命ぜられた。士官生徒第七期の同期には、宇都宮太郎大将や柴勝三郎、竹下平作良中将らがいる。 1887年7月、士官学校を卒業。この時、中尉に進級し、砲兵第一連隊府に移る。1888年1月からは、陸軍砲兵射的学校教官を務め、1890年11月の大位進級を経て1891年3月には、ベルギーへと留学した。1892年12月からはフランスに渡り、 引き続き留学をする。1893年12月に帰国し、1894年3月、東京砲兵交渉板橋火薬製造所長に就任した。1895年4月には少佐に進級し、1898年7月からヨーロッパに派遣された。1899年5月に再び帰国し、同年12月、中佐に進級。 1903年5月には大祭へと進み、野砲兵第三連隊長に就任した。1904年4月、日露戦争に出征。戦役から戻った島川は1905年5月、陸軍技術審査部審査官を補いされ、先の選考から1906年4月1日、高三級禁止勲章を受章する。1907年11月、 陸軍省軍務局法兵課長に就任し、1908年12月21日には、新設された陸軍省兵器局の局長心得を命ぜられる。1909年1月28日、陸軍省省進級とともに、正式な局長に進む。1913年7月3日、陸軍技術審査部長へと進み、1914年5月には、 陸軍中将に進級する。1919年4月、陸軍技術本部長を拝命し、技術将校の頂点に輝いた。1919年11月、陸軍大将進級とともに対名となり、1920年3月には予備役となった。同年11月1日、訓移当局日大受賞受賞。百二十一年七月十五日、成居。 ありがとうございます。